こんにちは、トミです、今僕はバリにいます。ビタンビールを飲んでですね、これがこのホテルの人が部屋に飾っておいてくれる造花でございますというわけでバリからお送りする、出張買取 TV というね、バリと出張買取というテーマでお話しようかなと思います。出張買取の仕事はですね、スケジュールが結構自由に組めるので、まあ、2週間ぐらいでしたらね、2週間ぐらいも行ったことありますね。予約が埋まっちゃってですね、2週間が、次の予約が3週間後になります。まあ、それぐらいでしたら、まあ、3週間後ぐらいまでと多分8割ぐらいは、それでもいいですよと思います。で、1週間後だったらもう9割ぐらいの方はですね、待ってますみたいな感じで言ってくれますし、そうやって言うことで、あ、ここは人気があるんだということもちょっと、まあ、言わずにアピールできるというか、そういう効果もあると思いますので、まあ、1週間ぐらいだったら、普通に予定を、他の予定を入れて出張会しないという選択もできるのかなと思います。あれですよね。で、ヤフオクとかメルカリも1週間後に発送とかもできるので、例えば、まあ、行く前に全部停止して、現地に着いて 2,3 日後に出品またすれば、帰国後 2,3 日後ぐらいに、あ、ごめんなさい、落ちちゃった倒しちゃった、ちょっと来ますね。帰国後 2,3 日ぐらいに発送すれば大丈夫で、そういう感じもできますし、あと今本当 Wi-Fi がね、本当この部屋も飛んでるんですけど、壁とかも飛んでたりする場所がほとんどだと思うので、バリの場合ですけどね、他の国もきっとそんな感じなんじゃないですか、ね、だから、そのヤフオクメルカリの、まあ、クレーム来たりとかね、あると思うんですけど、そういう対応もできますし、まあ、メールのやり取りとかもできます。で、僕楽天モバイルの携帯でこれも撮ってるのもそうなんですけど、使ってるんですけど、これは海外でも普通に使えて、しかも設定が何もしなくていいのが、なんかデータローミングとか、なんか、ちょっとなんか2クリックぐらいするんですけど、2タップぐらいするんですけど、それぐらいすれば全然大丈夫なので、普通に使うことができます。右側では無料で使えます。で、その後は低速モードになるんですけど、まあ、低速モードでも LINE とかはできるので、駅のここグラブっていうので、バイク呼んで移動するためのタクシーとか呼べる、なんか、まあ、日本でいうと GoTo タクシーみたいな Uber Eats の移動版みたいな感じのものは使えるので、その低速モードでも使えたので、まあ、そんなに外で使うのも不便ないかなと思います。で、まあ、こういうところでね、動画アップしたりとか、まあ、ヤフオクとかやるとしても、写真アップしたりとか、そういうちょっと容量食うやつは、別に Wi-Fi つないでやればいいので、まあ、そこまで問題がないですね。はい。で、あと電話もすごいですよね。電話が、僕、IP 電話っていう050のやつ使ってるんですけど、なんか日本といるときと電話料金変わらないっていう。すごいですね。国際ではあんま安くなってるみたいなんですけど、なんかお客さんから来た電話を取ってね、なんか僕からの通話がすごい料金かかってるっていうのはちょっと避けたい時代なので、電話が返ってきてもかけることもできるので、まあ、出張買取でそのお客さんの現場に行けないっていうこと以外は、まあ、結構普通に仕事できるのかなと、まあ、仕事しなくてもいいですし、最低限のね、ことをやればいいですし、まあ、仕事をこっちでがっつりやるとしても、まあ、普通にできますね。行く前にね、ヤフオクメルカリに出品する写真をガーッとってこっちで出品しても大丈夫ですし、まあ、ちょっと1週間時間を取ってホームページをがっつり作るとか、その集客方法をちゃんと考えるとか、そういうこともできるので、なんか、まあ、僕はあんま海外旅行ってなんで行ってないんだろう、10年ぐらいもしかしたら行ってないのかもしれないんですけど、なんかチケット取るのも全然簡単でしたし、
ホテルも全然ですし、まあ、現地の方にね予約してもらったんですけど、まあ、うん、たまには1週間フラッとどっかに行くのも全然ありだなと思いました。はい、やっぱね日本にいるとどうしてもこう日常生活が進んでしまうので、まあ、ちょっとこうなんて言うんだろうな、まあ、カフェとか行ったりホテルのラウンジとか行ったりして無理やりこう日常から離れる時間を作ったりはしてるんですけど、それでもやっぱり日常は動いていくし、まあ夜はご飯作ったりとかね洗濯したりとか、まあそういうことは普通にやんちゃうじゃないですか。そうするとやっぱり日常は日常なので、まあこういうとこバーンと飛んでくると本当ね、あの日常のことをバーンと忘れ去ることができるので、まあそれはそれでとってもいいリフレッシュであり、他の仕事も僕自営業でフリーなので、まあ、次の展開とかも考えていかなきゃいけないので、そういうことを考えるいいきっかけにもなるので、まあこういう旅行は、まあ、今は定期的にやっていきたいなと思いますが、日本に戻ったら全然違うことを考えるかもしれませんが、まあ、それはその時の気持ちに従って動いていこうかなと思います。というわけでバリからお届けしました。ありがとうございました。